生まれのバイオリニストである。東邦学園大学卒業。祖父は海軍中将で山本五十六と同期の和奈とよ和である。生来の全盲であったが、4歳からバイオリンをはじめ、辻吉之助、隅三郎、江藤俊也に指示。1954年、9歳の時、第6回全日本盲学生音楽コンクールで第1位特賞を受賞。 1958年、中学校2年生の時、第12回全日本学生音楽コンクール全国大会中学生の部で第1位を受賞した。1959年、14歳の時に山本藤子の弟役として、大 AA がいつか来た道に出演した。1962年、第31回日本音楽コンクールで第1位、特賞を受賞。 1963年、斉藤秀夫式日本フィルハーモニー交響楽団のソリストとしてデビューした。1965年、ロンティボー国際コンクールで第4位。1970年、カールフレッシュ国際バイオリンコンクールで第2位を受賞した。展示毎日2976年6月から、和波隆義が選ぶクラシックシンプを月1回連載している。 2016年の新聞記事ではパソコンを楽しんでいると紹介され、その理由について手伝ってもらわなくても買い物とかができる。自分の力で何かができる喜びが見えない人にはあるんですと述べている。国内外のオーケストラとの共演、室内楽、リサイタル、CD 録音など幅広く活動し、1990年以来、斎藤記念オーケストラに参加。 1993年、モービル音楽賞、1994年、サントリー音楽賞をそれぞれ受賞した。また、東京芸術大学非常勤講師、東方学園大学非常勤講師も務めている。ありがとうございます。